さあ始めました、こんばんは。増田直也使ってみた。その前に、なんとね、今ちょうど3時になったんですけど、エサラン限界突破コーチ付きスカウトがね、来たので、早速引いていきましょう。いや、エナジーないー。ということで、これはね、まあ、250エナジー溜まったら引きます。で、期間がね、4日間しかないんで、気をつけてね、なるべく早く引いておきましょう。ということでね、今日使っていくのは、増田直也選手。なんとね、針穴がついて、78の同値にできてます。これはね、リーグ的には最強です。ストレート、スラーブ、シンカーが B、ツーシームも D を持ってます。まあ、シリーズ2からね、タイピンチがなくなってしまったんですけど、僕はね、シリーズ1を持ってなくて、去年のね、シリーズしか持ってなかったんで、一応ね、継承しました。まあ、シリア持ってる方はね、シリアの方が強いと思うんですけど、まあ、シリーズ2でも、全然ね、十分強いと思います。ということでね、ギアターやっていきましょう。さあ、ということで、1試合もやっていきましょう。相手ね、打率5割3分かな?めっちゃね、打率高いんで、できればね、すぐ変えようかなと思います。で、最近ね、昨日、おとといとね、勝ち星ランキング減らす配信やってるんですけど、まあ、残りね、70個ということで、あと4日で70個。しかもね、今日この後と、明日もね、もしかしたらリアタイ全くできないんで、ちょっと、日曜、月曜でだいぶね、頑張んないといけないんで、もしかしたら最後の月曜とかね、救世になるまで終われませんとかやってる可能性もね、十分にあります。まあ、ぜひちょっとね、救世目指して頑張ってるんでね、良ければ応援してくれたら嬉しいです。いや、今さんいいぞ。まあ、ここ抑えれるなら2階の頭から行こうかな。あんまね、早く変えすぎても、どうせね、長継ぎなんで、長く投げないんで、まあ、長くても1イニングかな。よーし、完璧。さあ、打っていきましょう。1番は岡ひろみです。ダルさんね、もうシリーズが多すぎてあんまわかんないんですよね。なんで、勘で打ってます。一番最新のね、エースの風格かな。あ、待って。それがついてるやつはね、わかるんですけども、何種類 ?4 種類 ?5 種類ぐらいいますよね。うん、もうだから感覚で打ってます。オッケー。お!いいね。今うまく拾えました。オッケー、完璧。最近ね、リアタイの動画、俺、基本リアタイの動画しか出さないんだけど、珍しくね、一歩前とその前がね、どっちもリアタイじゃないということで、なんか動画出してるけど、だいぶね、久々な気がします。まあ、意外とね、解説系の伸びが良かったりとか、まあ、グランドオープンだからっていうのもあると思うんですけど、何してんねん。まあ、意外とね、そう、解説を見たいって言ってくれる方もいっぱいいたんで、まあ、グランドオープンに向けてね、どんなガチャ引いたらいいのかっていう解説とかね、まあ、どんな立ち回りでやればいいのかみたいな解説もね、今度しようかなと思うんでね、ぜひよろしくお願いします。ということでね、行きましょう。まあ、基本、ツーシームとシンカーかな。で、ツーシームは絶対に甘くならないように。まあ、シンカーの方がどちらかというと、狙ってもね、打ちにくい球種ではあるんで、ツーシームはちょっとね、張られたら持ってかれる可能性があるんで、よーし。まあ、シンカーはね、この石川さんみたいな感じでね、結構、横滑りと、この縦に落ちる、微妙なラインですね。この高さ、OK。これは今横滑りしたんで、しっかりね、打ち上げてくれました。意外とね、いい感じじゃない?打率5割超えだったけど。で、まっすぐ。実はね、スラーブの変化量がね、いつからかな、シリーズ2かシリーズ1どっちからか忘れたんですけど、1上がってるんですよね。だからといって別に強いわけではないんですけど、どうなのかな、打者目線、OK。打者目線がね、見れればいいんですけど、まあ、そんな大きな変化はないですね。いや、うまい。まあ、152キロかな、あるんで、まっすぐ。うわー、うまい。154キロですね。早いわ。去年、増田さんね、155投げてたと思うんですけど、もしかしたら急速ね、今年シリーズ1から上がる。よし、完璧。上がるんじゃないかなと思います。素晴らしい。さあ、2試合もやっていきましょう。さっきはね、意外と打率5割超えだったんですけど、しっかりね、劇場して抑えることができたんで、まあ、この試合もね、しっかり劇場して抑えてもらいたいと思います。まあ、この試合ね、もう1人投げたら変えましょう。うまいよ。打率3割なのに。昨日のね、配信でもそうだったんですけど、打率3割台がね、なんか急に5点も6点もね、取ったりして、怖いよね。3割7分、マジで怖い俺。3割7分恐怖症。え、ちょっと待って。まあでも、あの外角を引っ張るあたりは、まあ3割台なのかなっていうね、感じはしますけど、これは別にバカにしてるわけではなくて、いや、でもうまいわ、本当に。で、うまいとかね、感心してる場合じゃないんですよ。抑えないと。さあ、インコースの、うわー、マジか。ちょっと待って、開幕から劇場しやがってよ。ボール球振ってくんないかな。いやー、やばい、マジで。
笑えねえな。結構ね、打球自体はね、全部抑えてるんですけど。オッケー。ちょっとボール球振らしていきましょう。何でも振ってくれるんで。オッケー。まあまあ1点返ってくる。セーフか。まさかの3失点。もしかしたらさ、こういう球振ってくるんじゃない?だよね。振ってくれんだよね。意外とね、何でも振ってくるんで、あれって思ったらボール球投げるのもありかもしんないですね。さあ、タイロン・ウッズ。まあこういう時はね、石川さんと基本一緒で、流し打ち配球で、外のシンカーですね。甘すぎ。危な。まあこんな感じでね、流し打ちの外のシンカーはだいぶ強いです。さあ行きましょうか、先発ピッチャーは噂は。意外とね、俺変化量マイナス1の方がなんか見にくいんですよね。入る。よーし、とりあえずね、4点取んないといけないんで、頑張って追いついていきましょう。まあ噂がね、変えられる前に、点を取りたい。なんか結構ね、変えられるイメージあるんで。よーし、オッケー。誰来んのかな?基本的にね、ビエラ、藤川球児、宮西以外はね、そんなに苦手ではないんですけど、結構長継ぎバンバンに出してくる人は俺はあんま打てないっすね。よし、オッケー。しっかりね、打たれたら打ち返していく。さあ、ホームランで同点。ここマイナス1じゃないんだよな、ロッテ純正のね、ロッテ純正ってか純正の、あんまり良くないところです。マイナス1になったり、マイナス1にならなかったりします。これ本当に打ちにくいんだよね。何もね、考えてなかったら急に、お、ダルさんか。急に変化量でっかくなるんで、マジで許せない。さあ、A ランク。でも、極みですね。このダルさんは一番苦手かも。うわ、マジか。落ちる。あー、落ちないけど。いや、まあ、2点目。いや、A ランクとはいえ、てか今 B ランクだったな、キャッチャー。マジか。超えてくれ。いや、マジか。まずい。A ランクだからね、結構打球自体は飛ぶんですけど、打てないと。これマイナス1やな。オッケー、これ広角里崎だよ。これね、広角出てなかったら絶対抜けてないんで。いや、こういう時いいよね。今8連勝中かな?連勝中なんで、負けたくないんですよね。入った、入った。いや、エスコン。うわー、エスコン結構あれ入るんだけどな。詰まったかな。このナルさんはもしかしたらね、左バッターの方が打ちやすいんですけど、さすがに、堀さんには勝てないということで、オッケー。この能力やばいっしょ。田口か、どうだろうな。タイピン出る、うわー、で、これはなんだ?最新は強いんですけど、わかんねえよ。よーし、よし、わかんねえけど。いや、帰ってこないんかよ。とりあえず同点っすね。で、タイピンか。こうなると、どうなのかな?あんま、わかんねえ。マジでわかんないんだな。こういうピッチャー。いやー、でけえ。マジでけえわ。ミート落ち。いや、いっか。超えろ。いやー、同点のままか。でもね、何でも振ってくれることはわかったんで、ストライク投げなくていいかもね。いや、ストライクやないかい。まあ、意外と、この外のスラブも俺はね、投げますね、これは。いや、誰もおらん。今のはシフトミス、セカンドゴロですね。で、まあ、この外の、これは落ちる方。ちょっとコントロールがまずい。で、これが落ちない方ですね。あ、これ落ちる。ちょっとコントロールがマジで。このね、横滑りはね、結構おすすめしてて、これですね。これね、強いですよ。結構スタミナがないなりのね、このピッチングをしてるんですけど、振ってくれる。あ、ちょ、待って、マジで。なんなん、これ。アウト。よし。入るんじゃない?ちょっとライトおもろかったな、今。いや、素晴らしい。あ、超 OK。でも、OK。これで、帰ってくる。さあ、ということでね、増田さんは、まあ、強いでしょう。うん。あんま、今日ちょっとボール球打たれたりしてね、いいとか、そんなに見せなかったんですけど、中継ぎね、いない人はね、絶対オーダーに入るんでね、ぜひ、当てたら使ってみてください。ということで、この動画が良かったと思う方は、チャンネル登録、高評価、コメント、たくさんよろしくお願いします。ありがとうございました。